いや、イラつく。どうした、珍しい。でも、俺らは俺らだから、二人で頑張ろうな。ごめんな、ウギ。これからも頼むよ、ウギ。おい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 、そんな怒んなって。いや、イラつく。どうした、珍しい、そんな怒って。いや、あれはイラつくだろ。何があったかと言いますと、僕ら高速道路乗ってきたんですよ。なんと煽り運転、僕ら追い越し車線走ってたんですよ。そしたらすっげえ接近してくる車がいて、左の走行車線が全然空いてなかったから、ちょっとはそのまま走ってたんですけど、左が空いた瞬間に僕避けたんですけど、そっからずっとつけてくんの。5分ぐらい来てたね。で、うざっと思ってまた追い越し車線行ってみてもついてくるし、左戻ってもついてくるし、あれは完全に煽りだった、実際。ああ。まあそんな怒んなって。いや、全然怒ってない、全然怒ってない。はい、DV、 物に当たる系 DV ね。レンタローと結婚したらこうなります。マジ全然怒ってないよ。その笑顔が怖い。マジでレンタローが切れるところなんて俺今まで一回あるかないかぐらいかな。まあ、なかなか人には切れないからな。なんとかね、サービスエリアあったからそれで逃げられたからよかったけど、あのままここまで来てたら俺もうストレスで爆発してた。もう事故ってもいいって言って、もう多分言ってると思う。ダメだよ、うわーって言ってた。内心ね、内心ね。でもさ、一回さ買い出ししてさ向かっちゃおうよ。OK、うん、切り替えよ。 DV だマジで。行こうか。はい、ということで買い出し終わって昼飯作っていきたいと思います。何作るの？今日はね、レンタロウが頭に血が上ってるかなと思ったんよ。だから冷やし中華、冷やし中華で冷やそう、心も体も。でもさ、今さ、今日も煽りあったわけじゃん。その中でやっぱドライブレコーダーっていうのがちゃんとしっかりしてきた時代になったけど、それでもやっぱ捕まんない人って多いじゃん。聞くね。でも本当に節度を持った運転をしてほしいよね。事故が起こってからじゃ遅いからね、本当に。まあでもレンタロウってさ、マジで普段怒んないじゃん。逆に何されたら怒んの？まあそんな俺も別に怒る方でももともとないけど、仕事中は結構イライラしてたかも。まあそれこそバイトでめっちゃ忙しい時に、もう全部仕事を振られるみたいな、俺今こっちやってるやろって。わかるわかる、あいつ空いてるやん。そうでもあいつに言ってもできるんだよな。ってことは俺がやらなきゃいけない、なのになんであいつと軸一緒なんだよ。うわーみたいなね。でもまあそんなもんかな、マジで切れないな。見たことないもん、切れてるところ。てかなんでさ、煽り運転もそうだけどさ、ネットとかも顔を見えない相手だとすごいそういうさ、嫌がらせしちゃうんだろうね。ね、なんでだろうね。なんかやっぱ普段物事を人に言えない性格の人っているじゃん。だからこそ不特定の人に対してはやっぱ気が大きくなっちゃうのかな。あれよ、アンチコメントは。マジアンチ DM 来る。マジ。ギシ君家に住んでた時からずっと同じ人から定期的にアンチコメントが来るんだよ。マジで。その人のメッセージで一番気づいたの何？あ、でもね、それに関してはね、ちょっと面白い話があって、サーモンおろす動画かな。はい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 。サーモンおろすの下手すぎみたいな。そういう俺の料理に対しての暴言が来て、めっちゃイラッとしたの。でも冷静に考えたら、お前動画見てくれてるやんみたいな。なるほどね。そうなんだよね。結局アンチコメントの人も動画ちゃんと見てくれてるっていうのがね、なんかちょっとツンデレ感あるよ。そう、だからその人に関してはただ単に俺を冒涜するんじゃなくて、動画を見てくれてるからブロックするのやめた。まあ、今後さ、YouTube やってったらそういうの絶対増えてくるわけじゃん。でも俺らは俺らだから二人で頑張ろうな。お祝いだから入れるわ。入れてこう。早くハム切れよ。お前がつまみそうだから最後にした。はい、じゃあ完成しました。美味しそう。これ食べて冷やそう。冷えちまったぞ。
かける派でしょ、冷やし中華にマヨネーズ、うん、かけます。知ってるね、うん、俺もかける派なんだよね、冷やし中華は。じゃあいただきます。いただきます。いやなんか夏が来たって感じするね、うん、久々に食うわ冷やし中華なんて。1年ぶりだ。煽られたからこそ食えんだな。いただきます。うん、うめえ。よかったよかった。なんかもうだいぶ機嫌治ってきてるね。もう収まった、だいぶ。うますぎて、あ、うましそうよすぎて。ああ、いいよ、言い直さない いいね、いつも通りだ、ね、こんなん食ったら出るよ、元気。ちょろずるいな、もう。ちょろ、レンタロウちょろいやめろ、ちょろすぎ。これいっちゃいなよ、君いっちゃいなよ。口に頬張ったとこ申し訳ないけどちょっと遅いのよ。いや、全然ありだよ。うん、うまい素のうまい出た。くぅ、いいね、マヨラだね。これをおぉ、いいね、もう酸味がやっぱ素晴らしい。じゃあちょっとこのカメラの前にさっきのドライバーがいるかのようにちょっと食べてみる。え、むず、こんなうまいもん食ってんだぞっつって。うん、めっちゃ煽るやんお前、うん、お前めっちゃ煽るやん煽られたもん返さないと。あげられないよ。煽り返せてよかったね。うん、復讐を果たせた。じゃあ俺もいただきまーす。うん、うまっ。マジでうまい。うまっ。食はね、世界を救うわ、うん、みんな笑顔になる。美味しいものってこの麺長くない？なんか俺ずっと吸ってもなくならないんだけど、もうちょっと多く取って、うん、噛み切らずにずっと吸ってみ。いいよ、めっちゃ吸引力あるよ俺。ちなみにもっともっともっと、違うこうよ、楽しませてよ。いや行くよ。じゃあこれ、うん、この量結構あるよ、うん、行きます。ほら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 噛み切ってるやん。ちょっと長すぎ、びっくりしたでしょ、うん、いつ永遠に出てるそう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 、ずっと出てくんのよ。さっきさ、うん、煽り運転された時の対処法みたいなの調べたんや。ほうほうほう、うん、次会ったらちゃんと対処しなきゃなっていうことで、うん、で、まあ、いくつか紹介するわ。お願いします。一番いいのは、うん、クラクションを鳴らさない。あ、逆に。いや、クラクションって結構鳴らすやん、うん、今回レンタル鳴らしてないけど、うん、ちょっとイラッとしたらすぐ鳴らすやついるやん。もうそれがもう煽り煽りのさ、水かけろみたいな。うんうんうん、鳴らされてイラッとする人もいるしね。そう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 、だからもう鳴らさないっていうか、クラクションはまず鳴らしちゃいけないから、うん、危険を回避するためだけらしいからね。じゃあ、うん、今から俺がレンタルのこと煽ります。絶対クラクション鳴らすなよ。鳴らさないよ。ヘイヘイヘイ、君、たかだか煽られただけでそんなブチ切れて何怒っちゃってんのよ。よよ、そんなんだから君彼女できない。よよよよ、ずっと鳴らさないのが一番ダメージくるから。逆に逆にね。うん、もうまだやめんなよ。ブーはい、逆に煽られた。煽られたからクラクション鳴らしたわ俺が。すごかったよ、少しずつ宇賀神の顔が赤くヨヨーって言うたびに赤くなった。うん、恥ずかしかったよ。恥ずかしいどころの騒ぎじゃない。カットしてくれと。まあこういう風に煽られても、はい、すぐクラクション鳴らしちゃいけませんっていう。はい、どうよ、美味しかったですか？めっちゃ美味しかった、元気になりました。手際がいいね。いや、いい、いいかい、別に俺煽ったつもりで言ったわけじゃないよ。そんな煽られたと思ったもん。何してんの？いや、ウギに謝ろうと思って。ウギにも怒っちゃったから。
お前だってぶん殴ってたもんな。全然怒ってない、全然怒ってない。ごめんなウギ、これからも頼むよウギ。家族だから。お前家族殴ってたじゃん、じゃあDV じゃんやっぱり。何ほら見えよ。どれウギ。ああ、いつもより広告上がってますなわけない、いつもこれぐらいなのに。どれ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 上がってます。ほんまやこれからも僕らを運んでくれるらしい。もっと運びたかった。ウギーいやウギー燃やされる時もういいから片付けするよ。まあさ、いろいろあると思うけどさ、これからも頑張ろうな。頑張ろうな、頑張れば夢は叶うさ。まあ実際家もね、結構いよいよじゃない？どうなの？もう買ったと言っても過言じゃない。それは過言。過言？それは過言。マジで決まりそうで決まらない。そうだね。ただ決まりそうみたいな。うん。今は結構決まりそうではあるんで、ちょっと進めば皆さんに報告ができるかなって感じかな。ということでね、皆さんも。煽り運転磨けた時はくれぐれも煽り返さないで大人の対応を心がけてください。絶対に煽り返しちゃいけない、うん、じゃあまあ今日はそんな感じで、うんうん、終わりましょうか。それじゃあ今日の動画がね良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価とコメントぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。インスタ、TikTok、Twitter、YouTube などなど切り抜きね僕ら募集してますんで、よかったら切り抜き動画上げてくださいと。はい、お願いします。で僕らね高校の、同級生2人が、家を買うためにこうやっていろいろキャンプだったりホームレス生活だったり、いろんな人の助けを持って、生活してます。これからもよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。